好きなことをやると心が満たされます。嫌いなことをやめると心が軽くなります。好きなことをやらずに嫌いなことをやっていると不満が溜まってきます。不満とは満たされていない状態が続いているということです。不満が溜まるとイライラすることが多くなります。イライラしていると攻撃的になり、自分を責めたり他人を責めたりするようになります。自分がダメだから人生がうまくいかないんだ。あいつが悪いから人生がうまくいかないんだ。と自分を不満にしている原因を探すようになります。しかし、どれだけ自分を責めても他人を責めても自分を満たすための行動を起こさなければ、イライラが解消されることはありません。現状に不満を感じているとは、自分が満たされない状態で安定しているということです。好きなことをやっていない、嫌いなことをやっているという毎日が自分を不満な状態に固定しているということです。なので、不満な現状から抜け出したいのであれば、好きなことを始める、嫌いなことをやめるという変化を加える必要があります。今の自分がしていることが自分を不満にさせているのだから、今の自分のしていることを変えていくことで不満を解消していくことができます。不満な現状を変えるために新しいことを始めると人とうまくいかなくなっていきます。この場合の人とは自分自身と周囲にいる人たちです。よし、自分を幸せにするために自分を大切にしていこうと決めると、そんなことをしたらダメだよ。そんなことをしても無駄だよ。そんなことをしたらもっと不幸になっちゃうよと邪魔する声が聞こえてきます。この声の主は、これまで不満な現状を維持してきた古い自分です。古い自分は自分のやり方が正しかったからこれまで生き延びることができたんだという自信があります。やりたいことを我慢してきた、嫌なことを我慢してやり続けてきた。だから今まで何とかやってこれたんだよという自負があります。だから新しい自分がやりたいことを始めようとしたり、嫌いなことをやめようとしたりすると、そんなことをしたら大変なことになりますよ。そんなことをしたら生きていけませんよ。と必死になって抵抗します。これまで言いたいことを言わなかったから生き延びることができているんですよ。これまで嫌なことを嫌だと言わなかったから生き延びることができているんですよ。自分を大切にするなんてとんでもないですよ。これからも我慢していきましょうよ。これからも自己犠牲をしていきましょうよ。とあなたのためを思って妨害してきます。今まで自分を大切にしてこなかった人が自分を大切にしようと思うと古い自分が邪魔をしてきます。自分を愛してこなかった人が自分を愛してあげようと決めると古い自分が反対してきます。幸せになってはいけないと思い込んでいた人が幸せになってもいいんだと気づくと古い自分、不幸に慣れきった自分、不幸な状態で安定していた自分、不幸な状態に心地よさを感じていた自分が足を引っ張ってくるようになります。古い自分が抵抗するのはあなたのことが嫌いだからではありません。古い自分は生きていくためにやりたいことをやらないで嫌いなことをやるという方法しか知らないだけです。生きていくためには自分を大切にしてはいけないんだと本気で思い込んでいるから、自分を大切にしようとしている新しい自分のやり方に反発します。新しい自分に変わろうとすると、古い自分が顔を出してきて、そんなことをしてはいけませんよと言ってきます。自分を大切にするなんてわがまますぎですよ、自己中心的ですよと罪悪感を煽ってきます。言いたいことを言ったらみんなから嫌われちゃうよ。嫌なことを嫌だと言ったらみんなから生意気だって言われちゃうよ。と不安や恐怖を煽ってきます。そのようなネガティブな感情が湧き上がってきたとき、これだけ嫌な気持ちになるというのはやめた方がいいという証拠だ。やっぱり今まで通りやっていこうとなることで、不満な現状から抜け出すことができなくなります。新しいことを始めようとすると、
古い自分があなたのためを思ってあなたを嫌な気持ちにさせます。そんな時は今まで私を守ってくれてありがとうと古い自分に感謝しましょう。そしてこれからは自分を大切にするという方法を試してみたいんだ。きっとうまくいくから大丈夫だよと古い自分を安心させてあげましょう。嫌な気持ちになるたびにありがとうと感謝して大丈夫だよと安心させることで、だんだんと新しい自分に変わっていくことへの抵抗が少なくなっていきます。それが古い自分から新しい自分に移行していくプロセス、古い自分と新しい自分の対立が解消されていくプロセスです。古い自分から新しい自分に変わっていくと、周囲の人とうまくいかなくなることがあります。なぜなら周りの人は自分を大切にしていないあなたに慣れきっていたからです。あなたがやりたいことをやらないで嫌いなことをやることで、周りの人の精神が安定していたということです。周りの人は不幸なあなたを見ることで安心していたということです。あなたが言いたいことを言わないのが当たり前だと思っている人に言いたいことを言い始めると、相手は安定が崩れた、大変だと焦り出します。こいつは嫌なことでも断ることができないと思い込んでいる人に、それは嫌なのでやりませんと言うと、相手はなんかいつもと違うと落ち着きがなくなります。あなたが新しい自分になると、周りは新しいあなたを受け入れるというめんどくさい作業をしなくてはいけなくなります。人は変わるのが当たり前と思っている人は、あなたが新しい自分に変わっても動揺することはありません。〇〇さんはここが新しくなったんだなとすんなりと受け入れることができます。〇〇さんは今はこういう人間になったんだなと簡単にあなたについての情報をアップデートすることができます。しかしあなたが我慢することで精神安定をしていた人たちは、あなたが変わるのを許すことができません。お前が変わったら安心できないじゃないかと、あなたを元の状態に戻そうと必死になります。お前最近自分のことしか考えなくなったな、みんなはお前がおかしくなったって噂してるよ、そんなことをしていたらみんなに嫌われちゃうよと脅すことで、あなたを古い自分に戻そうとします。あなたが変わり始めると、必ずと言っていいほどあなたの邪魔をする人が現れます。そんな時は、早く新しい私になれるといいねと応援してあげましょう。相手は新しいあなたに慣れていないから不安を感じているだけです。だから相手が新しいあなたに適応するのを待つことができます。しかし、いつまで経っても相手が新しいあなたに馴染むことができず、邪魔することをやめなかったとしたら、あなたはここは今の私がいるべき場所じゃないんだなと思うことができます。そして今の私を受け入れてくれる環境を探しに行こうと考えることができます。新しい自分に変わろうとすると、古い自分と周囲の人たちが抵抗するようになります。新しい自分は一人ぼっちになり、少し怖くなるかもしれません。しかし古い自分に感謝をし、大丈夫だからねと安心させることで、だんだんと新しい自分に変わるのを許してくれるようになります。あなたは古い自分の賛同を得て、新しい自分と一体になることで、周囲の抵抗に屈しない強さを身につけることができます。あなたの中にいる自分が、自分を大切にするんだ、自分を愛すんだと同じ方向を向くことで、周囲からのネガティブな反応に振り回されることがなくなります。ということで、自分を変えようとしたとき、嫌な気持ちになるのは当たり前と受け入れていきましょう。あなたが幸せになったら、不幸なあなたが好きだった人たちとはうまくいかなくなるのが当たり前ということを忘れないでほしいと思います。